こんにちは。世界で一番動画の更新頻度がランダムなチャンネルへようこそ。で、今回はですね、このマエストリハウスさんから、まあ、新しくエスプレッソメーカー作ったので、まあ、使ってみませんかということで送っていただいてですね、で、ね、今これあたかも初めて開封するかのように動画撮ってますけど、実は2週間ぐらい前からですねずっと使っていて、それで内容物はねこんな感じになっておりまして、でこれがポルタフィルターですね。ちょっと深いんですけど、でこれがタンパーとディストリビューター、これがセットになってくっついてるものが1つと、あとパックスクリーン、取っ手付きのパックスクリーンが1つと、でこれがね電動空気入れ、電動エアパンプですね。でそこにつなげるチューブと、まあ、そこの先につなげる、なんて言うんでしょうね、アダプター、コネクターみたいのがついているのと、あとまあこれは電動エアパンプを使わない時に使う、まあ、CO2 のあのカートリッジみたいなやつ、炭酸作る時のやつとかをここにつけて、これの代わりに使うこともできるみたいです。まだやったことはないんですけど。でこれが本体のベース、でこれが下に引くラバーマット、まあ、僕これあの使ってないんですけど、でこれがポルタフィルターをセットする結構重要な部分、でゴムパッキン、これ付属してるのでこの下に取り付けて、それでもうほぼ準備完了です。で本体をこのベースに固定したら、次はこの電動エアパンプですね。これ、まあ、真ん中長押しすると電源入って、で今吸気圧9バー設定してあるんですけど、まあ、自由に自分で設定することができるので今は9に設定してあります。でこれをスクリューになってるんでつけて、でこっちもですねスクリューになってるんでこれをしっかり締めて、であとはここね、あのガス栓みたいに引っ張って刺すと接続できます。であとはねもう準備万端で、でこれバッテリーで動くようになってるんで、あとはいつでもコーヒーが入れられる準備が、まあ、これで整ったっていうことです。それでもう準備ができたんで、せっかくなんでちょっと一杯入れますね。あ、ちなみにマックス 25g まで入るらしいです。今日は20g 使います。でこのポルタフィルターのすごい面白いなと思ったのが、まあ、結構これ深いので、でしかもこれ 58mm あるんですけど直径が、だから僕が普段こっちのフレアとかで使ってるこのファネルとかもうぴったりサイズなんですけど、まあ、ファネルは必要ないですね。深いので、まあ溢れちゃうっていうことがないので、でこっちのノームコアのタンパーとかは深すぎて全然ね使えないんですよ。そうで、いつもねこの WDT ツールっていうのを僕は使うんですけど、これはねなんとここに入ってるんですよ。これをね初めて見たんで面白いなと思いました。でもねここスクリューじゃなくてなんかマグネットだったらもっと良かったかなって思いました。
したらあとはこの付属のディストリビューターで、まあ、これを使うしかないんですけど、やった後にタンキングをして、でこのパックスクリーンを抜けると、お湯を入れて、セットして、コップもセットして、で電源を入れて、あとはまあ入れるだけなんですけど、ちょっと蒸らしをやりたいので、僕最初だけちょっとだけ圧をかけて、で蒸らしが終わったら、あと圧がだんだん低くなってきちゃうんで、こまめに圧をかけ、こまめに圧をかけながら入れていきます。今もう60ミリ入ったんで、もうそろそろかな。エスプレッソはもうここ入ったんで、あとはここ、まあ、メーター見ながらでもこっち見ながらでもいいんですけど、まあ、圧が抜けるまで待つか、あとここにリリースバルブみたいなのがあるんで、まあ、ここを押して一気に抜いてもどっちでも、で圧が抜け終わったらもう外せるん でパックスクリーンを取って、そうするともう簡単にコーヒーかすが取れるくらいドライな感じにはなっております。でこれね、本体もねほぼ金属でできてて、でね見た目の安っぽさはねないですよね。あとは気になるのはあれかな、音がどれくらいうるさいかっていうのはね、多分動画見てるとあんま伝わらないと思うんで、ちょっと音がどれくらいなのか測りますね。まあ、正直ね音はそんなにうるさくはないとは思うんですが、今僕がここで喋ってて60ぐらいで、ちょっと電源入れますね。まあ90ちょいですね。なので音の大きさは、まあ、僕はあんまり気にならないんですけどでもなんかここの家はなんか結構ねこういう大きい音の出る調理機器がいっぱいあるんで、これもでも言ったらうるさいですよね。あんまりうるさくなかった。あでもバイタミックスとかあっちとか、まあ、こっちのジューサーとかコールドプレスジューサーとかの方がよっぽどうるさいような気はします。まあ家で誰か他の人が寝てるとかだったら、まあ起きちゃうかなみたいな、まあ、それくらいのレベルですね。まあ、うるさいと感じる人もいれば、うるさくないって感じる人もいるかもみたいな感じです。それで、まあ、バイアスなしでこれがありかなしかって言われたら、まあ、結構ありなんじゃないかなって個人的には思います。僕がもしエスプレッソマシンとかね何も持ってなくて、じゃあ何買うってなった時に、まあ、これになる可能性はあります。で安いし、でちっちゃいし、で入れるの簡単だし、そうでね、こっちのフレア58はじゃあマニュアルの
まあ、似た感じの商品なんですけど、まあ、こっちの方が正直コントロールはしやすいです。要は蒸らしどれぐらい圧力かけるかとか、まあ、どれぐらい時間かけるかとか、まあね、微細なコントロールはフレアの方ができるんですけど、まあ、それもね正直、まあ、その微細なコントロールしたところでコーヒーの味がどれくらい変わるかって言ったらこれくらいなんで、まあ、自己満足の世界 で、しかもこれ結構ね力いるので、まあ、僕は全然苦にならないんですけど、まあ、女性とかはねもう両手でこうやって全体重かけて入れるみたいな感じになっちゃうので、まあ、そういうのを考えると、まあ、こっちは楽ちんですよね。で別に安っぽくないし、まあ、全然ありなんじゃないかなと思います。ただこれプロトタイプだとまだ思うので、まあ、細かいところ言うと、例えばこのチューブがちょっと短いので、なんか本当だったらこの横に置いて操作したいなとか、今の場合だとちょっとなんか中途半端な位置に斜めになっちゃったりとかするので、まあでもこれはチューブの長さをねちょっと伸ばせば解決するし、まあでもそんなにもう結構完成されてるんじゃないかなとは思います。まあ、製品版もねほとんど変わらない形で発売されるんじゃないかとは思います。まあ、概要欄にリンク貼っておくので気になった人はチェックしてみてください。では。